コンチェルトは、ホンダ技研工業が、かつて生産、発売していたセダン型の小型自動車である。1980年代ホンダが技術提携していた、英国のオースチンドーバーグループと共同開発した車種で、シビックとアコードの間の車格という位置づけの車種で、あったが、ヨーロピアンスタイルの性格が色濃く出ている、クラスレス車であった。 当時3つあった販売チャンネルの一つクリオ店で取り扱っていたボディバリエーションは4ドアノッチバックセダンと5ドアハッチバックセダンの2種で共にいわゆる6ライトウィンドウの側面窓配置を持ちプレリュードに代表される幅広で背の低い乗用車を作っていた当時のホンダらしからぬ車高が高くボンネットの長いセダンらしいスタイルをしている日本仕様を日本国内で生産し 欧州仕様は英国のアーグで生産するという初代レジェンドと同様の生産、販売の体制をとっていた。日本仕様のサスペンション形式は四輪、ダブルウィッシュボーン式であるが、欧州仕様はアーグが開発したストラット式のフロントサスペンションを採用していた。なお、欧州仕様には当時のアーグ社と同じアレンジから始まる車台番号を与えられていた。さらにアーグでは、 ローバー216、220や416という3ドアハッチバック、5ドアステーションワゴンや2ドアクーペカブリオレなどが存在し、コンチェルトとは姉妹関係にあたる。搭載されるエンジンは、シビックに積まれていた D15 バイト型及び ZC 型を採用している。駆動方式は FF 及び 4WD であり、上位グレードの 4WD には、 トルクスプリット型ビスカスカップリングと4は LB を融合させたイントラックという機構を採用していた。なお、最上級グレードの JXY では4輪ともディスクブレーキが採用されていたが 4WD 仕様はリアがドラムブレーキとなる。上位グレードの装備はフルオートエアコン1.6リットルクラスでは初となる運転席でエンドオパワーシートランバーサポート。 4スピーカーオーディオオートアンテナ、キーレスエントリーシステムなどが標準である。さらに4ドアセダンには、ホンガーシートもオプションで用意された。ホンダ D15 バイト型ホンダ ZC 型ホンダ、ZC 型ホンダ ZC 型。ありがとうございます。